少々お待ちください。あ、ともちゃん、俺だよ、和彦だ。久しぶりね。やっぱり帰っていたのね。え、会ってほしいんだ。話がしたいんだ。分かったわ、一時ね。お願いだ、今すぐ会いたいんだ。もしもし、もしもし、どうしたの丸山くん。ご存知なんですか。うん、ご存知もだけど、昔は同じ釜の飯を食ってた仲だよ。そうだったんですか。ああ、彼は射撃の名手でね、県内の大会で優勝し、その年の国体の県代表に選ばれるほどだったんだ。丸山さんもですか。ああ、今じゃ想像もできないよね。ところが国体に出場の寸前にだ、事件があってね。傷は大したことなかったんだがね、国体出場は断念しなくちゃならなくなった。それ以後彼は拳銃を持とうとしなくなった。まあ怪我は大したことないんだ、治ってるんだから。やってみればまだ射撃の腕は確かなはずなのに、堅くなり持とうとしないんだ。自信がないんだそうだ。まあ百発百中の腕に狂いがあると思うとな、撃てないんだろうな。草津警察に飛ばされたのはそのためだ。あ、息子さんだったらできるだけ長引かせるよ。丸山ですが。村田だ。大変なことが起こったんだ。和彦を捕まえようと思って殺されたらしい。おう、拳銃も盗まれてますよ。バカ者が。終わりだ、何もかも終わりだ。丸山さん、こうなったら一刻も早く和彦君を見つけ出して、これ以上罪を重ねさせないようにしてあげて。もう遅すぎますよ丸山さん。見つけ出しても和彦は暗い過去を背負っただけの男にしか過ぎません。そんな和彦を見るなって聞くんだ。しかし人生は長いんです。そんな一時の過ちで和彦君を諦めるのは残酷ですよ。あなたは若いからそんなことが言えるんですよ。年を取ってごらんなさい。青春の時がどんなに尊い時期か、何の輝きもなかった青春がどんなに惨めなものか分かります。しかし青春は輝いてなくちゃいけないんです。違います。栄光だけは青春じゃありません。輝きあふれる青春なんてほんの少数の人間しか持てません。けど輝かなくたっていいじゃないですか。ジメジメしたって惨めだって生きてることが大切なんです。丸山さん、私は和彦にそんな青春を生きてもらいたくありません。
私一人でたくさんです。そんな、あなたがそうだとなって和彦君が不幸せとは限りませんよ。教えてください、和彦君が行きそうなとこ。マリアさん、なおリゾートホテルだべ。丸山君が？ええ、何か連絡はなかったですか？どうなんですか？ありません。あの、私仕事がありますから。あ、君から時間ばかり気にしてますね。君、君、ちょっと待ってくれ。離してください。お話することなんかないんです。君はこれ以上彼に犯罪を犯させたいのか。彼は拳銃を持って逃げてるんだ。このままだとまた犯罪を犯す可能性がある。誰から連絡あったんだい？丸山君がかわいそう。え？おじさんの責任よ。丸山さんの？私知ってるんです。おじさんは自分の叶えられなかった夢を丸山君に押し付けたんです。たまたまスキーの才能が丸山君にあったため、おじさんは丸山君を特訓して自分が出れなかった国体に出場させようとしてたんです。冬になると毎日のように二人でスキーの練習をしていたわ。夜遅くまで。少年の部で丸山君が優勝した時、おじさん大喜びでした。次は青年の部で優勝だって。けどその期待が丸山君には耐えられなかったの。丸山君が家出したのもそれが原因なんで。おじさんがいけないのよ。おじさんが勝手な期待持たなければ丸山君だってこんなことに。好きなんだね、和彦君が。ギャリーカンカンガクガク。世界中にはおかしなトラブルがたくさんあるもんです。
ワールドウィークイズカンカンガクガク、とにかく世界中の珍トラブル名判決をゲスト回答者の皆さんと共に考える新しいタイプのクイズカンカンガクガク、ただいま絶賛放送中。面白すぎて有罪。嘘ばっかり言うな話ですよ。早くしなさいよ。先生に持たせたら楽しい。やめとれ。あんたに与える愛の鞭。だけど私が出たんでずっと実績もだと思わないよ。逆にあっちが難しいわけ。いつもねほら主役やってるからなんか感動さ。なんだ。ねこんなにたくさん来てるの。ともちゃん、ねえ自首してお願い。裏切ったな。よく聞くんだ和彦君。黙れ。来るな、来るとすぞ。よせ和彦君。撃て、てめえ撃つぞ。バカな真似はやめるんだ。今だったらやり直しができる。もう一度青春をやり直すんだ。説教は親父だけでたくさんだ。帰れ、帰ってくれ。丸山くん、来るな、来るな、来るな、来るThank you.
戻らんと撃つぞ。退職願いを出してきました。そうですか。これから新しい仕事を見つけなきゃなりません。聞きたいことがあります。何でしょうか。あの時刑事として犯人を撃ったんですか。それとも父親として和彦君を撃ったんですか。答えてください、丸山さん。丸山さん、
粒が金眼なのね。カメリアダイヤモンド。銀座ジュアイオクチュール巻きサンシャインシティアルファ1階。わあ、すごいの買ったんですね。買いたんですよ。3日もすると飽きちゃうような気がしましてね。そうなんですか。必要な時のレンタルショップ。アコム。君が本当になりたかった職業は？ピアニスト。信じる？会社選びの確かなレーダー。週刊就職情報。今乳製は日本の飲み物になった。太りすぎが気になり始めたら、栄養の偏りを感じたら、朝のミルフル新登場。幼き日の涙が兄弟に復讐を決意させた。徳永は今でも法律の目をかすめて暴利でお金を人に貸してるのよ。それで泣いてる人はたくさんいるのよ。でも徳永は警察が調べても絶対にボロは出さない。あんな人死んだ方がいいのよ。次回小鳥の審判にご期待ください。グレーの街が色を欲しがっている。僕の見たヨーロッパ、いい色はいい驚きだね。ビクタービデオテープダイナレック。これが初めて。でっかいビデオの専門店ジャパンビデオ。メダカもびっくり真心サービス。ジャパンビデオ。富士山驚くこの安さ。ジャパンビデオ。新宿南口お茶の水駅まーん前。今最高になっているスーパーボックス、タニアマリア。5月15、28日、虎ノ門ホール。お問い合わせ、カンバラ音楽事務所 403-8011、 日本テレビ 265-2111。 静寂の森に優雅なくつろぎを。リッチな安らぎはもうあなただけのもの。高級リゾートホテル、ホテルマロード箱根。この番組はご覧のスポンサー